お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。前回真骨頂製法の91号をサイクロン号に乗せてみましたが、造形的にこれじゃないってライダーでもバイクに乗せれば楽しめるってことが分かったので、今回は旧フィギュアーツの桜島1号を改造サイクロン号に乗せて遊んでみました。桜島1号の初登場は第40話の死闘怪人スノーマン対2人のライダー。アルプスの山小屋でショッカーの暗号通信を傍受したエミとミカはスノーマンの起こした雪崩に巻き込まれそうになり逃げていたところ、ショッカーの戦闘員に襲われる。そこへ現れたのが漆黒の姿になった仮面ライダー1号。エミとミカをサイクロン号に乗せてしっかり捕まるんだとは言ったものの、スノーマンが現れたため2人をバイクから降ろし、僕に構わず逃げるんだと言ってスノーマンと戦うが、投げ飛ばされて敗北を期する。このままでは勝ち目がない、スノーマンか、恐るべき改造人間だと、まあこんな感じで桜島1号の初戦は敗北してしまうんですね。茶番はこのくらいにして、ここからは桜島1号を改造サイクロン号に乗せて遊んでみよう。それではどうぞ。単体で見たらなんじゃこりゃって感じのフィギュアーツですが、そこは仮面ライダー、サイクロン号にまたがってライディングポーズを決めればかっちょええ。まだまだ遊び倒せるので
持ってる方はこんな風に楽しんでみてはいかがでしょう。あとスノーマンを見るたびよく放送コードに引っかからなかったよねって思います。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバイ。